うん、多分長いこと見えへんな、この人ね。また今度来るわ。オッケーオッケー。あの、年越しそばは？年越しそばはちょっとわからん。1日、3日の睡眠は？それは多分いけると思う。オッケーオッケー、まだ。予定させとくわ。オッケーオッケー、また。はい、気をつけてな。はい、最終日、はい。タカ君です。久しぶり。気づけていくよ、はい、ありがとうございます。え僕がお邪魔になったいや、カメンカメン、うん、気にさせて、あれは友達やからいや、こんだけこのパターンやったら、うん、一番車が見やすいパターン素晴らしい。これなんて言えばいい車え、これなんて言えばいい車これは、こっちはパンサーのカリスタですパンサーのカリスタ。これはカリスタ。こっちは？こっちはパンサーのリマです。リマ。はい。パンサーのリマ。これがカリスタ。こっちはカリスタ。オッケー。かっこいいなぁ。お金かかりそうやけど。ちょっと、それなりです。なりやなぁ。また後で、エンジン聞かせてな。何 cc これ？これは一応その1800っていうことになってる。1800、うん。なってるだけ。なってる。なるほどなるほど。よくわかる。あっち側は何 cc になってる。向こうはあれエンジン積み替えてあるんですよ。はいはい。あれが前のエンジンが赤いようになったんで。何6発4発？今は4発。はいはい。2000ぐらい。4発2000の向こう側だけ日産になってる。ほう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 。素晴らしい。こっちはあのボクソホールマグマのエンジンが付いてある。まあ、ちょっと、買うのはそれなりの値段で買えるんですけど、うん、修理と維持費が高くて、高いな。その時もね、好きな人おりゃ売れるやろうけど、ね、なかったら、叩かれるもんな。まあ、素晴らしい。